今回はですね、エピックゲームズのコンセプトアーティストがゲームに登場していないようなね場所のコンセプトアートを公開していたので、それをねいくつかご紹介したいと思います。まず一つ目はここなんかセブンのさ基地みたいな感じじゃない？いいね、めっちゃかっこいいじゃんこの場所。で二つ目、これなんか昔いたよね、このなんか倒れてる人。でもこんな場所に倒れてはなかったじゃん。奥にもう一人倒れてるからね、あの紫色のロボットが。続いてはこちら、これシーズン5ぐらいのところじゃない？これゼロポイントがむき出しになっちゃってね。でなんかトマトあるね。こんなところにだとトマトなかったもんね、これね。でも奥の方とかよく見ると、あの風に乗れるやつとかもあったりしてさ、すごい、なんかワクワクするね、こういうの見てるとね。で最後こちら、うわこれすごなんだこれ、こんな場所ないよな。すげえとこあるやんこれ。なんかめちゃめちゃ臭そうだってもう水とかの色おかしいもんだって。皆さんね、これを見てどう思いましたか？コメント欄にぜひね書いてください。